どうもスバルです。宇宙人狼アモングスやっていこうと思います。このゲーム最近海外でなぜか爆発的に人気になっているゲームなんですが、まあ、せっかくなんで流行りに乗ってこのゲームプレイしたいということで、ただ10人いないとまあ楽しめないゲームなんですよ。で、野良サバ行っても英語圏だから全然英語喋れんから、まあ迫害されて、全くゲームにならないということで、今回知り合いが知り合いを呼んで、知り合いがさらに知り合いを呼んだメンバーで宇宙人狼やっていこうかなと思います。ルールを軽く説明すると、宇宙に遭難したこの宇宙船を我々船員が修理しなくちゃいけないんですよ。そして修理をしてこの宇宙から脱出する、それが目的。ただそれを妨害する者たち、それが人狼ですね。今回のルールでは人狼に普通の船員が8人という構成になっていて、船員はひたすらタスクをクリアして宇宙船を修理していく。で、人狼サイドはそれを妨害したり船員を殺してってクリアを不可能にしていくっていうモードになってます。まあ、要するに、船員は殺されずにタスクをすべてクリア、人狼は全員ぶっ倒せば終わり、そういう簡単なモード。やるのが、ヨナさん、プライズさん、グランデさん、サキマサキさん、ヘンミリさん、トンボさん、ハツメさん、リテイルロおじさん、ヨミさん。さあ、このゲームアジアで流行るのか。大丈夫ですか皆さん。準備は大丈夫ですよ。問題ないです。よし、じゃあ行くわよ。スペースシップを救うのは俺や。最後まで生き残れるか。結構カオスになりそうだな。あ、これもう喋っていい。あ、大丈夫大丈夫。はーい、いい。最初のスープレーはよいしょ。とりあえず俺は純粋な市民です。市民、今からひたすらミッションおじさんとして。ミッションおじさんミッションおじさんとして。はい、ちなみにこれ俺人狼ね、わからない人に説明すると。よし、ちょっと、え、ゆみちゃん今タスクしてんだよ。タスクね、慣れない人はちょっと大変。あ、ゆみちゃんじゃちょできる限り、プライスさん一緒にここへ。大丈夫右上にマップあるから、マップの黄色いところに行って、行こうぜ。黄色く光ってるやつを、なんかミニゲームみたいな感じやからね、わかりやすいはず。あ、こっちじゃねえわ。クリアしようよ。ヨナさん待って。はい。ヨナさん全然喋んない。みんなで行こう。じゃあ、ヨミちゃんと3人で行く。私、こっちにあるんだよね。これだ。あ、そうそう。じゃあ行こう。こっちを。はい、ジョブある。なんこれ。あ、俺ちょっとジョブクリアしていい？ここ。はい、いよいよ。どこら辺にある？これや、これ。この下や。あ、この下か。もう、ラットタスク1個で終わるよ。オッケー。早いな。早くね？俺、もうちょっとやるから、待って。オッケーオッケー。下側、下側。なんかね、ミニゲーム。下手すぎて草。なんか来た、なんか来たよ。ちょっと見張っといて。あ、崩壊しといた。崩壊されてはない。間違えただけだもん。間違えただけだもん。なんこれ。できた。待って、なんか今手についた。俺さ、上側行っていい？上側行くね。え、わ！は？え、わ！誰が死んだんだこれ。え、誰？プライズが死んだ。プライズ死んどるやん。なんでプライズさんが死んでました。え、ちなみに俺はずっとマップの右上の方にいました。俺あの溶岩付近にいたよ。ずっと左下いました。私は右下に辿ってたら、はい。どこで見つけました？え、とりあえず誰が見つけたの？アドミンですね。グランデさんが、はい。アドミンって下側？はい、あの皆さんがそのいる部屋、いる部屋とかがなんか見れる場所なんで。アドミンルームか。プライズって何色だっけ？あ、オレンジか。オレンジ。ちょっと僕一個いいですか？今、ヨミちゃんとヨナさんと、まあ、テンちゃんとかとずっと左下いたんですけど、ワンちゃんいなかったのに、僕左下いましたって言ったのか。左下いたよ。ワンちゃん見た人いる？ワンちゃん見た人いる？ワンちゃん何色？紫色は、いや、あのね、初動だけど、初動はチラッとは見た。で、俺あの下側であの解除必要だったから、あのマグマあるじゃん、マグマのなんか飛び出し台みたいなのあるじゃん、あそこのなんか任務クリアしてたんよ。じゃあ、これって投票は絶対人殺さなきゃいけない？いや、あのね、スキップボートもできる。だからね、変にあのね、市民側減らすと鬼が一気に有利になっちゃうから、それは避けた方がいい。1枚しか取られてないから、今からもうマジで動かないから左下に来てほしい。本当に左下いるから。でもこれ最初集められちゃう、集められちゃう、真ん中に。だとりあえず一回動かない方がいいんじゃない？先、あの、マサさんって呼べばいいですか？マンちゃん、マンちゃんさんって呼べばいいですか？マンちゃんさん、いや、スキップしましょう、スキップしましょう、これは。スキップボート。スキップします。はい。はい。スキップして、じゃあ、ワンちゃん一緒に行こう。
まんちゃん、まんちゃん、怖い、怖い、怖い、左下のスキップゾートっていう、オッケー、まんちゃん初動で見たから、左というか左側行ってたのは見たんだよね。誰も殺されませんでした。誰も殺されなかった。正直全員 VC 読んだと人狼めっちゃ増えちゃった。あー、そうか、全員ここに行くのか。そうかそうかそうか、わかんないね、それは。左下行きます、僕。私もはちめちゃんついてこう。わしらもちょっとついてこうかな。俺も左下行くよ。俺今一人だからね。みんなタスクある？左下ある、左下ある。外周ちょっと見とこうよ、一旦ちゃんと。俺が喋らなくなったら死んだと思ってる。オッケー。タスクついてきて。タスク終わりました。俺も行くわ。みんなどこの？タスク終わりました。これタスク行かなきゃ。これ直しに来たんよ。じゃあグランデさん、エマージェンシーボタンとかでイチャイチャしてこう。はい。やっぱ俺たち、これで殺されたら早いな、タスク終わるの。そうで、アッタスがまだ人狼の可能性もなくはないからね。いやー、それ勘弁してほしいわ。2枚いるからだって。うん。あ、パツネさんどこ行った？パツネさん今ね、やばい。俺右下1人。この部屋の入り方を誰か。あれ、グランデさん、上側から一周して回れば入れます。電気つけていくね。混沌としとる。どうやって消せばいいん、ライト。電気をつけて。一応まだ誰も死んでない。あ、死んだ。今水色が死んだ。誰だ、水色誰だっけ。水色誰だっけ。グランデさんだ。あ、グランデさん。今グランデさんね、今解除に行ってたから現地近くだと思う。さあ、誰だろう。グランデさんさ、水色でしょ。水色はあのなんだっけ、初音さんたち左行ってたじゃん。うん、最初いたよ。最初グランデさん一緒にいた。で、なんか上の部屋に行ってたよ。ね、てか多分ね、グランデさんはタスク終わってたから、うん、解除向かってくれてたと思うんだよね。私今ね、解除してた電気。解除って、あ、どこだっけ。だからで、どうやって入るんですかって言ってたのは、ヨミさん。ヨミちゃんだ。ヨミちゃんさんは、その後上入った後、見かけませんでした、誰か。ヨミちゃんって何色だっけ。ヨナさんと一緒にいた。ヨミちゃん黒。トンボさんはね、ありえない。そう、トンボさんはいたんだよ、右側に。ライターで見てて、俺が見た瞬間も一緒にいたから。うん。ソバルトさんっていた？俺は、左側で、なんだっけ、グランデさんと行って、で、初音さんともいたやん。で、それ電気消されて、俺も何も見えなくなって。で、右側行ったら、トンボさんたちがいたって感じかな。電気消された瞬間ね、私、ヨナさんとね、テンちゃんも見たんだよ。うん。で、ミリちゃんとヨナさんは、周りにいた。そう、さっき疑いかけられてたさ、まんちゃんさんは、まんちゃんさん、まんちゃんさん、アリバイないんだけど。まんちゃん、まんちゃん、どこ行ったの？なんかさ、さっきのとこの下の扉閉まってたさ、どこ行けばいいかわかんなくて、その、なんか、施設内部に行った。アリバイ。あれ、釣ったらわかるんだっけ？わかる。釣ったらわかるから。ちなみにまんちゃんさんと一緒にいたのは誰もいないのか。途中まで一緒にいたんだけど、直前まで初めたんだけど。いやー、これ鬼二人とかだと難しいね。やっぱりぐちゃぐちゃになるからさ。この村のためにまんちゃん、あの歌、お互い疑い界隈、一回釣りましょう。まんちゃん申し訳ねえ。ちょっとじゃあ俺も釣るわ。逆にこれライン考察できるからね、白で。いや、犠牲が。I'll be back するよ。I'll be back。I'll be back。あ、じゃあパーだ。違う。あ、でも違う。やばいぞ、これ。お、ちょっとやばいぞ。待って、だとしたらさ、最初、まんちゃんにさ、疑いかけたとって誰だっけ？私。いや、おじさんも言ってたよ、おじさんも。おじさんと初音さん、なんか黒路線ないってなっちゃうんだよね、そうなると。俺、おじさんチェイスしとくわ、じゃあ。俺もいい、トンボさんがやってくれる。ずっと一人。そう、私、ヨナさん、今も一緒にいる。あ、はじめさん一緒にいる。トンボさんと一緒にいる。一緒に移動しよう。いや、でも、二度いるんで。しかも、右下にもいたし、俺、ずっと一人。俺さ、左下さ、あ、ちょっと、読み発明か、ヨナ発明か。ちょっと俺、左下のさ、まだ俺全然、任務全然クリア。あ、でも、軽くできてるから、いや、20秒か30秒だけど。右下行きます。オッケー。一緒にいてほしい、トンボさん。俺の無実を証明するために。開かない、飛べよ。俺は左下で終わる。待て、ヨナチ。このグループ待ってる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 。俺も一緒にいるから。外周回ってますか。じゃあこれ殺された瞬間に喋らないようにしないと。
大丈夫大丈夫。悲鳴を上げてみて。静かになったやつ。そう、あのね、断末魔やっちゃうとなんかバレちゃうみたいになっちゃうから。前回もそういう感じだったから。やばい、これむずい。だって今俺とトンボさんが2人でいるとわかるもん、ね。うん、え、ここ誰かバイタル見れる。うわ。あ、やべやべ、ミッションミッションミッション。なんなんでこれ。60秒あるんで慌てなくていいです、うん。余裕がある。戦でもいいですよ。え、待って、やばい。あ、死んだな誰か。死んだね今多分。じゃあおじさん左行けます？僕右行きますよ。初音さん俺も右上行っちゃうよ。解除する解除する。ちょっと待って初音さん俺解除しに行くよ。あ、ヨナが死んだ。ヨナが死んだ。え、なんで2枚持って帰ってるね。待って、そばさんな気がする。私これ、いや俺だって今上行ってたよ。右上、いや2枚殺されてるから、トンボおじさん以外に2度おるから。うん、だって初音そばると天の3枚の中に2枚いる、うん、じゃあもうそばるとさんごめんなさい、1回釣れます。いや俺は初音さんだと思う。だから初音さん釣らんとやばい、マジでこれ負けるよ。初音さん釣らんと負けちゃうと思う。ちょっと待って、あのね、そばるとさんはなんかあの、じゃあどちらにせよ相方一、いや待って、どちらにせよ相方一の天さんから釣らないと。確かに、どちらにせよ天は黒く角なんだよ、この相方一。そばるとと初音でけなし合ってるってことは天さん相方一になるから。待って、でもこれね、もうね、そばさんに1票、そう、うん、だからこれ今から天ちゃんに集めても初音さんがローだったら裏切りですな。うん、だ俺はあの初音さんにも入れちゃったか ら、 だからスキップボートして、いやスキップしたら死ぬよみんな。え、そ、あ、それ、やかんねえ。あ、あ、そう、ちゃん今誰に入れた？ソバルトさんにも入れた。あ、いやこれソバさん一回つ、え、マジで俺つるのやばくない？でマジで負けるよこの戦い。いやソバルトさんはなんか、うん、あの悪い大人の雰囲気。いや、ちょっと僕の話一個聞いてほしいんだけど、うん、いや初音さんじゃスキップボートしてる。え、違う、あの、キャンセルない、一回入れちゃったらない。私、ヨナさん、ソバルトさんで移動してて、私、タスク終わったら二人ともいなくて、なんで天さん、俺に入れるの？その先の消毒室の中にヨナさんが死んでたんだ、今。だから俺は、あの、初音さんと一緒にいて、で、あの、うん、かくなったじゃん。で、俺、右上行ったじゃん、うん、あの、シューってなんかドア閉まるじゃん、あれ、うん、で、その右上行って、かくを閉じに行ったんよ、ウェーンウェーンってなったやつ、うん、で、どっち右上から？で、それで、ん？右側から上行ったんよ。で、それで、はいはい、で、初音さんが最初に見つけたから、俺初音さんだと思うんだよ。で、初動の…てんちゃんさんがソバルトさん言ってるから、うん、天初音ラインだと思うんだけど、そんな気がするわ。どうなの、わかんない。ソバルトさんだと思う。本当に？いいよ、じゃあ。あたそばさん入れるわ。これ、予備で入れるわ。いや、マジか。俺の表で決まってしまったな。初音さん入れてんのか。あ、じゃあソバルト嘘だったのか。うりゃあ、天山だから。あと一人。じゃあこのまま天山つって終わりでいいよ。うん、俺ね。天山トロールすぎる。ね、おい。天山何してるんだよ。え、全然味方人狼に釣られたんだけど俺。ボタン僕押しが押しますよ。うお。おい。絶対俺トンボさんやと思う。なんでいや待って、天さん謎釣りすぎる。いいよ。天ミリにエマージェンシーと殺害はできん。いやソバルトさんがやってるんですよ。え、でも一人でこう4キルはできなくないですか。いや、じゃあ待ってください。天さんがソバルトさんに入れたって言って初音さんに投票入れてたんですよ、そこについて。だって、ま、ず天ミリはだって俺がソバルトさんに。あ、でもこれ逆に天さんが生き残るための策略にはなんな。はい、まずだって、いやだから天さんは初音さんに入れてたんですよ、さっきの投票1個前。いやだから私ソバルトさんに入れたと思ってたら使ってます。いや、まあいいですよ、縄1枚余ってるんで。俺に入れてるんだよな。僕ったら天さん絶対言ってください。そしたら、これで天さんが完全に白になるパターンだよね。俺が鬼だったから。おじさんの勝ちは上手いから俺と一緒にいても殺さないっていう。いや僕と一緒にいたじゃないですか。でこれ天さん生き残ったらもう勝ちだよ。だってヨナ読み2枚食われてる。天さん他2人殺せばもう勝ちだから。GG ウェルプレイだよこれ。確かに。だから 2枚食われてるんですよ、右上側で。だから2路右上にいたんです。じゃあトンボさんは違うわ。え、だからあの初音さんにこれソバルトさんに入れたつもりが、初音さん見てフォートナイトあんだけうまいやつがこのエイムをミスるわけがないんですよ。だから天さんなんですよ、相方一であそこでどちらか天さん。いや、ちょっと本当に大丈夫か、これ。まあめっちゃ悪い。俺はじゃあ天さんに騙されてる。俺いやー、つらいのかよ。どうぞか、おじさんの供述のせいですげー。大丈夫、もう一枚縄余ってるから。もう一枚縄あるから。
なんかな。あーヘイト高いな私に。てんちゃん。てる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 。あーナイス。悪いよ、ナイスだよ。おいどういうことだこれ。あとちょっとだったんだよ。てんさんなんで俺に入れたん。よかった俺もう俺あからさまに女に騙された男になってる。てんさんちなみに何人倒した。私一人だけなんです。あマジで俺多分3人ぐらい殺しといたよ。めっちゃ殺すやんって思った。うん、いやでも終盤だから、いや惜しかった今の。いや俺トンボさんを信じてついていこう。いやすごいお兄いいお兄さんを演技してたんだけどな。なんか知らんやついないこれ。ソナレットさんうまかった。ハテナハテナはねバグってるだけだった。すごいなんか俺が中学生の頃に騙された先輩の雰囲気がします。それは経験だわ、ちゃんと経験を生かされたわ。話しよう。僕はなんで殺されたんですか。流れ。いや違う、あの大事、人狼ゲームで大事なところだよ。尊い犠牲、犠牲になることによってそう、チームを勝利に導くっていう、まあ、あれは一番貢献しとる、まあ、あれはなんか無駄死にだったりするけど、疑われたからしみたいな。私があまりにもワンちゃん読めなさすぎて、押し付けすぎた。単独行動だったから。